こんにちは、フィーフィーです。韓国は世界的に見て自営業者の割合が圧倒的に多い国なんですが、その韓国の自営業者が今大変なことになっています。韓国の経済団体である全経連が 7月2日発表した自営業者に対するアンケート調査の結果によると、韓国の自営業者のうち約41%が今後3年以内に廃業を考えていることが分かりました。これどうやらその大きな理由に、韓国の最低賃金が急激に引き上げられたことが背景にあるそうです。 韓国は前のムンジェイン政権の時に、景気の動向を無視してどんどん最低賃金が高くなっていきました。これ一番やってはいけないことってこのチャンネルでもずっと言ってきているんですよね。景気が上向きな時はそれでもいいんですが、韓国は景気が悪い中でも最低賃金が上がり続けたので、経営が苦しくなっていったんです。最低賃金は払えずに、最低賃金以下で、 違法に働かされているケースも多いんですね。韓国はサムスンや LG など一部財閥企業が経済の大部分を支えているんですが自営業者の数がかなり多いことから自営業が韓国の経済システムの重要な軸になっています。韓国の統計庁によると働いている経済人口の中で自営業者の割合は20%にもなると言います。 これ5人に1人が自営業に携わっているんです。数にすると韓国には579万人もの自営業者がいるということになります。で、そのうち人を雇っている自営業者は143万5000人だそうです。韓国経済研究院の室長は、韓国では多くの人が自営業をしている。そんな中で、 彼らが廃業すれば、福祉など社会保障が多く発生しかねないと、こう警戒を呼びかけています。韓国では新型コロナウイルスが終わった今も、多くの自営業者が苦しい経営状況の中にいます。特に今年に入って、韓国の景気低迷が本格化していて、消費が落ち込んでいるんです。まあ余計なものにお金を使う余裕がないんですね。 韓国政府が今月14日公表した報告書の中でも製造業を中心に景気の鈍化が続いているとありました。2月に景気の鈍化を指摘して以降6ヶ月連続でこうした判断を韓国政府が出しています。まあこんな状況ですから韓国の自営業者は苦しい状況に追い込まれているんです。商売はうまくいかないのに借金ばかりが増え続けています。 韓国の個人事業者の借金の総額ですが、昨年末の時点で約100兆円を超えたことが分かりました。一人当たりの借金の平均は3300万円にもなるそうです。このうち40%が高金利のカード会社など非銀行金融機関から借りたお金なんです。 まあこのまま借金が返せなくて破産するリスクのある自営業者が韓国には多くいるんです、まあ、だから韓国では廃業を考える自営業者が増え続けています専門家は自営業者が韓国経済で占める割合が大きいため韓国政府は彼らがしばらくの間耐えられるよう支援に乗り出さなければいけないと指摘しています まあただ今でも韓国政府は借金返済に猶予期間を与えたり、自営業者に対して支援はしているんです。これコロナ禍で行われてきた支援なんですが、これが今年の秋頃にようやく終了すると言われているので、かなりやばいんですね。でもこれ以上理由もないのに、支払いの猶予期間を伸ばすのもおかしな話なんです。 ただ、このままでは、今年の秋頃から破産する自営業者が続出するのではと言われています。だから韓国政府は、そうした事態に備えて、破産専門の裁判所を作るよう動いているという報道もありました。で、こうした状況が韓国の金融業界を混乱させる可能性があるんです。 韓国の自営業者のほとんどは40代以上の中高年層です。問題はこの方々が廃業した後の再就職なんです。韓国の自営業の多くは飲食店なんですね。特別な技術を求めないサービス業なんです。だから廃業したとしてその後再就職して生計を立てることが難しくなるんです。 韓国の自営業者のうち40歳以上は84%、60歳以上は35%にもなります。こうした自営業者が廃業すれば、社会保障がバカにならないので、韓国政府は引き続き貸し出し利子の猶予などの金融費用や、電気、ガス料金など、公共料金の負担を減らすなどの支援策をしていくべきだと専門家は言っています。 あと思い切って政府が最低賃金を引き下げることも必要なんですね。もうそこまででしなないいと自営業者の多くが持たないんですえ韓国の故障法人連合会が先月発行した最低賃金実態調査によると自営業者の79%が今の最低賃金962円を支給するのはきついと答えています。 それでも韓国では最低賃金を今後も引き上げようという動きがあるから信じられません。大企業の労働組合側は来年最低賃金を1200円にするべきだと訴えているんです。賃金を引き上げたところでその最低賃金が支払われるかもわからないし、そもそも多くのリストラや雇い止めが発生するだけなんですけどね。 それにしてもなぜ韓国では自営業者が多いのか。それは韓国では比較的、まあ、定年する時期が早いからなんです。まだ十分に老後の蓄えもない時に会社を追い出される人が多いんですね。そうなると生活をしていくために仕事を続けなきゃいけません。あと韓国は年金制度が未熟なため 老後の生活を年金に頼ることができません。ずっと働き続けなきゃいけないんですが、年をとってフルタイムで雇ってくれるところは多くないので、退職金やまたは大きなお金を銀行から借りて自営業をスタートさせるんです。ハンソン大学の経済学科の教授は、こうした自営業者の問題についてこのように言っています。 製造業などの分野はこれら定年を控えた人々に再教育を支援して彼らを積極的に雇用していくべきだ。そして政府はこうした定年間際の人々を雇用する企業にインセンティブを与える必要があるとこう話しています。 また韓国の自営業者が苦しい状況に追い込まれる理由として、手っ取り早くみんな似たような事業を始めてしまうからだとも指摘していました。え例えば1個のチキン店が繁盛したらみんなチキン店をやり出すんですね。まあそうなると競争が激しくなります。オリジナリティもない似たような商売を始めても勝てないんです。 実際今韓国ではつい最近まで流行っていたチキン店がどんどん潰れているんです。コロナが明けてから外国人観光客も戻ってきていなくて繁華街も換算としていますが、これも自営業者の経営を苦しめている原因でしょう。また韓国の別の専門家は自営業者に対して安定的な廃業を進めるべきだとも話しています。 韓国の信用保障財団中央会によると、自営業者が廃業にかかった費用は平均で200万円ほどだというんですね。で、今、廃業する自営業者に対して25万円の店舗撤去費を支援しているというんですが、175万円ほどは当然本人たちが負担しなければいけません。専門家は政府が廃業費用をもっと出してあげて、 廃業した自営業者が他の業種に進めることができるよう支援することも重要だと話します。まあでも何でも政府が面倒を見るほど韓国政府の財源は豊かではないですからね。いずれにしてもまず先進国とは言いながら韓国では自営業者が多いことがおかしいんです。まあこれ自営業者が悪いわけではなくて自営業が多すぎるのが問題なんです。 韓国の場合、儲けは一部の財閥企業に集中していて、その他は儲からないという二極化された構造なんです。日本もかつて財閥を解体したという経緯がありますが、韓国も財閥解体を考えるべきではないでしょうか。IMF が何度も指摘しているにもかかわらず、韓国政府は聞く耳を持ちません。財閥が政府と癒着しているからでしょう。 まあそうしているうちは韓国の経済構造がまともになることはありませんさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして f フ,フィーチャンネルの登録もお願いします